放送席、放送席、そして大勢詰めかけましたイーグルスファンの皆さん、お待たせいたしました。今日のヒーローはこの方、永井聡投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。5月19日以来の2勝目、チームが連敗でこの本拠地に戻ってきました。先発を任されました。どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？いや、本当に連敗を、ね、止めるつもりでマウンドに立ったんですけれども、皆さんと同じ気持ちだと思いますけれども、今日はランナーを出しすぎてすみませんでした。今自らの言葉にありました、ランナーを出しました、しかしそこから粘り強さ、長いらしさが出たように思いますが、いかがですか？そうですね、いつも調子はいいんですけど、1球で勝ちを逃したり負けてしまってたので、今日はその1球を大事にいって、こういう結果になってよかったです。そして決勝ホームランの松井稼頭央さんの一発が出たときはどんな気持ちだったですか？いや、前の回に取ってもらってすぐに追いつかれてしまったので、また取ってもらったので、もう本当にこの1点を守り抜くって気持ちで投げました。相手がエースの能見投手でした。そして1点を争う、文字通りシビアなゲームになりましたが、青山、ラズナーとこの救援陣も頑張りました。ベンチでどうやって見つめてましたか？どんな気持ちで？いや、もう絶対抑えてくれると思ってたんで、本当に不安なしに見てました。はい。そしてこの2万人の声援、大きな力になったんじゃないですか？そうですね、僕もびっくりしたんですけど、明日も田中君なんで、完売御礼ということで、また明日もよろしくお願いします。見事2勝目を挙げました永井投手ですが、最後にファンの皆さんと喜びを分かち合う例のものいきましょうか。はい、皆さんも準備よろしくお願いいたします。それではいきますよ。3、2、1、うわー、永井投手でした。おめでとうございました。まあ、確かに永井としても、まあ、厳しい中だったんですが、まあ、しっかりランナーを出しながら要所を締めていきました。まあ、坂に打たれたあのヒットがセンターへのタイムリーヒットというこの1点だけ。ただ、まあ、5回あたりはその鳥谷、マートン、新井というこの3、4、5といういわゆるクリーンナップを迎えていましたが、まあ、しっかり三者凡退もありましたし、まあ、年頭実っての2勝目ということになりました。